はい、ということでヒグマの足跡作りも、これが大体終わりかな。こんな感じで、全長が約40センチ、全幅が27センチということなんですよね。まあこれだけあってもわからないでしょうね。とりあえず私の手をちょっと置く、こんな感じですね。足跡見つけた時には
ちょうど私のこの手のひらが、下から上まで20センチあるんですよ。でこれのこう2倍あったんですね。もうとにかくでかすぎて怖くて、ショットガン持ってる人がロケ出て3人いたんですけど、当時はもう怖くて、もう怪獣みたいな怪物みたいな、このショットを見たらもう誰も行けませんよね。それでね、普通の、ヒグマの足跡、とりあえずちょっと今持ってきたんで見ていただきますか。ちなみに並べました。これが一応後ろ足ですね。私の手をまた入れてみますか。こんな感じです。この足はね、少し縮んでますけども、今だいたい20センチですね。全長取った時がね21、2センチあったと思うんですけども、こういう感じですよ。ちょっと引いてみますね。こんな感じですね。この大きさすごいでしょ。かかるかな。はい、こんな感じで、並べてみますね。はい、こんな感じです。こんな感じかな。すごいでしょ。子供と大人というものじゃないかな。一応この足跡だってあれですよ、大体ですけど200キロ以上はあったんですよ。ことでね、こんなでかい足だと、私が生きてる間出会えるかどうか、まあ一生懸命11月となったらまたヒグマを探して歩きます。それじゃあ皆さん、さようなら。